改めまして松岡由鶴です。佐藤源です。村井美里です。まずはこちらのコーナーをお届けしていただきます。いはい、本日の松岡さん。はいはい、ということでこの企画は松岡さんがここ最近のあった近況を語っていただくコーナーとなっております。どんな素材のことでも OK とのことなんですけど、はい、楽しみ。何かありました？爆弾を持ってきました。え僕ですね、実はこの収録の4日前にテレビが壊れたんですよ。テレビが壊れて、でうちらの業界だとテレビ壊れるって結構やばい、死活問題、死活問題ですね。V チェックができない、できない、大変ですね。でね、状況を説明すると、まあまあ今日の収録はぶっちゃけ火曜なんだけどね。そうですね、土曜に壊れたの。土曜日に壊れた。で日曜はあのアニメのアフレコなくてゲームが2本あったのね、ナレーションと、はいはい、でここは大丈夫だと思って、すぐにアマゾンさんで、テレビって1日で持ってきてくれるのかなと思ったら、本当お急ぎ便で1日で来て、すげえ、わあアマゾン様さすがやって思って、ありがたし、ありがてえ、でああやったよかったって言って、自分月曜が休みだったのね、でわーって言って一日ゆっくりしたんだけど、とあるところで一つ忘れてたことがあったの。日曜の午前中にテレビが届いたの、新しいやつ、でまあ僕の悪いとこだったんですけど、金具を仮止めしてたのね。仮止めしてたのよ。で前のテレビだと、配線の位置が今のテレビと逆だったのね。ああ、なるほどなるほど。特に電源のコードが届かなかったの。あるやつ。なるほどなるほど。だから、延長ケーブル買ってこようって思って、まあ明日は仕事だし延長ケーブル明日でいっかって思って、届くところに誘うって思ったら、寝室のドアをまたいで、ピーンってなってたのよ。いや、ちょっと待って。もう察しますよね。朝起きて居間に行こうと思ったら、罠に引っかかったみたいにピーンってなってグッガッシャーンってなって、いやーちょっといやまだワンチャン大丈夫だろって思って、倒れただけかもしれないと思って、グイッってやったら、起こしたら、そう、完全に割れてました。マジか。買って2日でテレビぶっ壊すって。私は今ハイパーダウナーです。それはもう、そして明日また新しいテレビが来ます。お急ぎ見、またお急ぎ見。ここ1週間でテレビを2台買ったんですね。